さんこんにちは、大校説第3週に入ると少しこのクリスマスへ向けてのこの大校説の歩みも色調が色合いが少し変わってきます。この、昨日は日曜日は喜びの主日という日ですが、これは、最初の方では大校説の最初は悔い改めよという、叫びがの荒れ野に叫ぶ声という悔い改めよという、まあ、中心的なメッセージですが、この後半大校説の後半、この第3週からはこの喜べ、いつも喜びなさいというそういう根本的なメッセージになります。さて今日福音はですね、やはり洗礼者ヨハネのことがまた出てきますが、その出てき方がちょっとまた違います。ちょっと読んでみますと、その時イエスが神殿の境内で入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った。何の権威でこんなことをするしているのか、誰がそのような権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスにわからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこんなようなことをするのか私も言うまい、という聖書の朗読、福音書です。ある意味でここでイエスがですね、ヨハネのうちに神が始められたこと、道を備えるということがどのような意味を持っていたかということを私たちが理解し、それを受け止め、それを心の糧としていかなければ、イエスを通して実現することも私たちは受け止められない、理解できないということかもしれません。洗礼者ヨハネは私は荒れ地に叫ぶ、荒れ野に叫ぶ声だと言いました。この声もですね、これはアウグスティヌスがある説教で言っていますが、声にはその言葉が、言葉との関わりが宿っていなければ声というものは単なる騒音にもなります。声は言葉、神が語られる言葉との関わりを持っていることによって、ヨハネのあれの叫ぶ声は私たちに神からのメッセージを伝えているわけですね。私たちは今この大校説の最後の10日間ぐらいになりますが、キリストの誕生を迎えるというために、神が絶えず私たちに、私たちのまだ開拓されていない、まだ荒れ野のままであるような、そこに響いてくるこの、神からの語りかけを少しでも受け止めていくことによって、本当にクリスマスに実現することを、私たちはその光を全面的に受け止めることができるでしょう。ルカ福音書の、ちょっと私は思ったんですが、ルカ福音書の16章の終わりには金持ちとラザロという話があります。その例え話の最後に、その金持ちはですね、皆さんもご存知のように黄泉の奥深いところに、死んだ後黄泉の奥深いところに行って、私の兄弟たちのところにラザロが復活していくならば、彼らは悔い改めるでしょう。いやいやとアブラハムへ、もし彼らが日々旧約時代から語られてきた預言者の声を聞かなければ、死んだ者が生き返っても彼らは何のことかわからないだろう。
いう箇所があります。私たちもキリストのご登壇の光を受け止め、私たちにいただきその心の中に本当に受け入れるためには、聖書が古い旧約から始めて、特にこの洗礼者ヨハネが私たちに告げ知らせているこのメッセージをやはり受け止めていかねばなりません。主へと向かう道をやはりヨハネは指し示したものです。私たちはヨハネと共にですね、そのヨハネはやがて衰え、キリストだけが私たちに残る。私は衰え、彼は栄えなければならない。このヨハネのメッセージを私たちもこの喜びの主日に心を開いて受け止めることができるように願い求めましょう。それでは皆さん、寒い日々が続きますが、新型コロナウイルスや、インフルエンザ、そして普通の風邪、この区別もなかなか難しいですが、ご健康を大切にしてください。それではまたお会いします。